기타 한 키우니 이족 한 파가 와라와레 때 이루 리유. 지규 와쿠세이 노 기코 헨카 시스템 와 지존이 오리테 기타 소조 슈니 요때 17 지켄 카라 18 지켄 니 텐칸 사레 마시타. 2020년 8月25日、地球惑星の大気変化を管理する天の気候変化システムが17次元から18次元に転換されました。2020年9月11日、地球惑星で海水と海洋の気候を管理する天のシステムが17次元から18次元に転換しました。2020年9月22日、地球惑星の地震と火山を管理する天のシステムが17次元から18次元に転換しました。17次元のエネルギーによって運営された地球惑星の気候変化システムは、北極と南極という両極星を中心に運営されています。地球惑星が完全な18次元惑星である12学期になった時は、地球惑星の気候変化システムは南極を中心とする単一極星で運営される予定です。惑星の気候に影響を与えるエネルギーは惑星の水に頂上されます。地球惑星の気候変化の核心は水の循環です。水は気体状態の水蒸気と液体状態の水の形態で、お互い循環しながら気候変化が起きるのです。惑星に存在する氷河は強大なエネルギーの頂上速報です。氷河の形で頂上された惑星の強大なエネルギーは、惑星の強大な気候変化を起こすとき、水に転換して気候変動を起こします。地球惑星が17次元惑星にセッティングされるとき、地球惑星が使用可能なエネルギーは、水の循環を通じて地球惑星の気候変化が一定の範囲内で起きるよう、セッティングされました。地球惑星が17次元惑星にセッティングされるとき、正常範囲を超える17次元のエネルギーは北極と南極に氷河の形で上昇するように設計されています。地球惑星の気候変化を引き起こすエネルギーが北極と南極にある氷河の形で保存されていて、水の循環サイクルによって気候が保たれるように設計されています。地球惑星を17次元から18次元に転換するための天のプログラムは約70年前から行われています。それは北極の氷をすべて溶かすプログラムです。天は北極の氷をすべて溶かすでしょう。北極の氷河が溶ける速度は今後ますます速くなるでしょう。北極の氷河の形で眠っているエネルギーが、北極の氷河が溶けながら眠っていたエネルギーが大量に放出されました。北極の氷河は強大なエネルギーを上昇しています。北極の氷河の形で眠っているエネルギーが、北極の氷河が溶けながら眠っていたエネルギーが、さまざまなエネルギー形態で火曜や大気中に放出されました。北極の氷河が溶けながら二酸化炭素の濃度が増えています。地球惑星が18次元に転換され、北極の氷河が溶けながら火台に放出された17次元のエネルギーが天によって回収される手続きが進行中です。北極の氷河が溶けながら放出された
17次元のエネルギーは地球惑星で回収されて、18次元のエネルギーが地球惑星で定着すればするほど南極は氷河の面積がますます広がっていくでしょう。 北極の氷河が溶けて放出された17次元のエネルギーは 18次元の気候変化システムを通じて回収が進行中です。北極の氷河が溶ける時に放出された冷たいエネルギーで地球惑星はエネルギーのバランスが少しずつ崩れ始めました。北極の氷河が溶けて放出されたエネルギーにより地球惑星は既存の気候パターンに異常が生じ始めました。 北極の氷河が溶けることによる冷たい空気を今年の冬に北半球の寒波となり、 18次元の気候変化システムを通じてエネルギーが回収されているところです。 18次元気候変化システムを通じて北極の氷河が溶けて発生したエネルギーを天は季節の変化に合わせて厳しい寒さや日照り、 大洪水などで回収する手続きが持続的に行われるでしょう。 2020年の夏からこれらのエネルギーが本格的に使用され回収され始めました。 2021年の冬からはこれらのエネルギーが北半球の厳しい寒さや異常寒波によって笑われ回収されていることを伝えます。 2021年春には北半球あちこちに極度の日照りが現れるでしょう。 2021年夏には北半球のあちこちにとてつもない洪水と一度も経験したことのないスーパー台風が現れるでしょう。 地球惑星に18次元のエネルギーが集中的に流入しています。 地球惑星に流入している18次元のエネルギーと既存の17次元エネルギーとの相互作用により気候変化がより極端な形で現れています。18次元のエネルギーは17次元のエネルギーに比べ純度が高く振動数が高いです。 18次元のエネルギーで稼働する地球惑星の気候変化システムは 17次元のシステムに比べ強度は最低3倍以上大きいです。 現在地球惑星には以前とは違う気候パターンが現れています。 18次元の気候変化システムが安定化し、 18次元気候変化システムが 定着するまで地球惑星は深刻な気候変化に見舞われる予定です。 地球惑星に18次元気候変化システムが安定化すればするほど地球は春と秋の2つの気候が現れるでしょう。 地球惑星で17次元のエネルギーが回収すればするほど地球惑星は四季がはっきりしている 瞬間主等の典型的な気候から春と秋の2つの季節に変化するでしょう。地上に降りてきた創造主が今何をしているのか、今地球惑星に何が起こっているのか、なぜこのようなことが起きているのか、整理の必要性があって記録の必要性があり、 ウデカーチーム長がこのメッセージを記録で残します。 2021年 1月1日ウデカ。